伊藤さとりと映画の仲間たち。さて今回は荒川アンダーザブリッジザムービーのお二方に来ていただいております。林健人さん、山田孝之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ本当によくお二人にはご一緒しているわけですけれども、このお二人の共演っていうのも荒川アンダーザブリッジっていうのが最初になったわけですか？そうですよね。そうです、初めてですね、はい、会ったことはあったんですけど、はい、うん、ちょっとだけ共演は初めてです。はい、でも共演が山田さんが最初星の姿っていうのもすごいですよね、林健人さんから見ても。いや楽しみでしたね、はい。もうやっぱり一番なんかこうインパクト、まあキャラクターもそうなんですけど、みんながこう集まった時にこう河川敷にこう一人ずつガーって歩いてきたんですけど、一番こうなんか来たなって感じがしました、星のルックスは。はい、だって黄色い人ですもんね。そうですね、目立ちますね。山田さんもあの最近はいろんな役をやってますけれども、この星っていうのが一番今までの中でも相当見た目的にはインパクトありますよね。そうですね、見た目もそうですし、まあなかなかあの人以外の役をできるっていうのはないですからね。これはチャンスだと思いました。あの撮影中も結構じゃあ合間にお二人喋る時間とかはあったりしたわけですか？はい、まああの泊まりのロケ、泊まりの日も多かったので、うん、一緒にご飯を食べたり、結構一緒にいる時間は長かったですね。二人だけではなく、みんな、はい、もう撮影のこうカメラが回ってないときは星の姿で待ってるんですよね、山田さんは。もちろん、あの大体落とすのに40分かかるので、あの大変ですよ。一番最初に僕入ってあのメイク、まあ、2時間ぐらいやって、その間にどん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 みんなが入ってくるんですよ。でスタンバイ終わって出てって、で最後に俺が出てくるんですよ、うん、で撮影終わった時もあの行って俺40分かかるけど、みんなペペッと拭いて終わるんで、だからもう大体本当星の姿しか見てないから、あのなんか打ち上げとかの時にこう普通にこの山田で登場したらなんかああみたいな山田さんみたいな、いやいたしいつもっていうそういう感じでした。へえ、いやきっとその現場の雰囲気っていうのもみんないろんなコスチューム身にまとってるじゃないですか。はい、相当不思議な感じだったんだろうなと思うし、はい、私あのこうあの体操ですよね。ああカッパ体操、はいはいはい、あれもすごいなと思ったんですけど、はい、あの撮影の時とかってどうだったんですか？あれはみんなで一生懸命覚えて流行ればいいなって言ってたんですけど、あんまりそんな会話あった？ありましたよ。これ絶対流行るだろうっていうドラマもあるし映画もあるしっていうことで、まあそのドラマでもそのエンディングで使われるっていうことになって、あのカッパ体操のみんながやってるシーン、絶対ちっちゃい子供たちとか覚えるんじゃないってなってたんですけど、あんまり見かけないですねやってるところは。まあ目標はアルソック体操コスコス、どこがコスたかわかんないけど、でもあの体操っていうよりあのこのこうやってやるやつは同意、同じことを思ったっていうサインは、まああれ原作ないですし、そうだ、あれ監督考えて、あれはなんか結構本当に流行るんじゃねえかって監督が思ってたみたいですけど、いや僕は別に流行らないだろうなと思いましたでも出来上がった映画はどうでした？二人とも映画、うん、まあ、僕はもういろんな思いがこの作品詰まってるので、すごいこう落ち込んで逃げ出しそうになった時もありましたし、なのでこう映画の感想どうこうというよりはもうやっと終わったって感じです。安心感というかほっとした感じがありました、はい、山田さんどうですか？そうですね、あのまたやっぱりそのドラマと違う部分が結構多くて、そこの部分はあの河川敷にいる人たちは知らないシーンばっかりだったので、単純に見て楽しめましたし、あのあ本当にこれは映画ドラマを見てきた人たちも見れるようになってるし、ドラマを一切見てない人でもあの見れるように作ってるなと思いましたね、うん、はい、アラカアンダーザブリッジザムービー楽しみにしていただきたいと思います。あのぜひね聞こうと思ってたことがあるんですけども、はい、二人ともこう映画も好きじゃないですか。で、はい、それぞれのお互いが出てる出演作でこの映画のこの役はすごい良かったなっていうのを聞いてみようかなと思うんですが、林くんは、はい、山田さんの
どのようなどれが、はい、おーすごいって思ったのはありますか。まあやっぱ見るたび思いますけど、この間あの再放送で白夜行がやっててドラマですけど、あ映画か。でもいいですよ白夜行ねドラマのね、はい、あのやっぱりあのその後高木君に話お話を聞いたら、ちょうど今の僕と同じぐらいの年っていうことで、なんか今の自分とこう比べたりとかして見てたら、ああすごいなと思いました。あんまりなんかわかんないですけど、客観的にこう見た感想でここまでこう気持ちを込めてやってる人が僕の周りにいるかなとか、そういうのを考えましたね。ですって。へえ、ありがたいですね。もう今ではできないです山田さんどうですか。何ですか。林遣都さんがいろいろ出てますけれどもね、すごくこうね、悪のある役にもチャレンジしてますけど。そうですね。でも僕は風が強く吹いている。見たんですか。見た見た。 あれは面白かったです。ありがとうございます。あの遣都の良さがすごく伝わると思います。どんなところがいいと思いました。なんかああいう感じの子だです私の方が今こうなっちゃったマラソンってます。そうそうです。私ね、バッテリー好きですよ。ああありがとうございます。でもどうでした。デビュー作とかそうやってなんか結構そうですよね、考えてみるとこう体を使うというか。は多かったですね。はい、はい、でもう今全く動かしてないですもうそれで運動が嫌になっちゃったので、うん、はい。この間ボクシングあんたやってなかった、キューピーで。あれも勝つギリギリでした。カツカツでした。あ、そうですか。はい、山田さんどうですか。はい、なんとなくこうもういろんなこう役をやっている中で、今度こういう役に興味あるんだよねっていうのはここ最近だとありますか。もうなんか面白いものを振ってくれる人がいっぱいいるので、あのもう待っときます。だってやっぱその自分が書く力とかもないので、あの僕芝居をすることがあの役割というか、だやっぱそこまでそんなあの監督とか脚本家の人ほど面白いアイデア出てこないんですよ、うん、だからそれ待っとこうと思って。まあ鴨川ホルモンあたりからですよね、結構面白い役がすごい増えてた。そうですね。なんかそっからなんですかね、わかんないですけどあ、なんかこいつこういうのもやるんじゃないみたいな風に思った人がいるんじゃないですかね、うんうん、何でもやんじゃねえみたいな感じも多分今正直あると思います何でもやんねえよっていうでも海外の監督とかもね、やりたいですもんね。まあまあ、あの機会があれば、うんね、はい、さてお二人ともそういえばあの今年もだって公開作の映画結構あるじゃないですか。今年何があった。あ、はい、ガールもあったりしますよね。はい、そうですね。監督の、はい、ありますね。ね、どうでしたか。女性の中に囲まれながらの吉瀬美智子さんがとても綺麗でしたねはい、ドキッとした。ギャグ、うん、大人の魅力、今までに出会った方らの中でもう相当な上位に入る上位1位とは上から言ったねお前1位とは簡単に言えないのでぐらいの、はい。あ、そうですか。山田さんはあれですよね、あの最近こう出てる、はい、その夜の侍で、あ、坂井雅人さんと共演、はいはい、いやもうぜひ共演あのできたらなと思ってたので、やっと共演できて楽しかったですよ、ね、でその後のぼの城とかもねありますからね。まああれ撮ったのもだいぶ前ですけどですね、はい、うん、まあいろいろね、はい、ということでね、皆さん楽しみにしてもらいたいと思いますけど、最後にじゃあせっかくなんで、あのお二人それぞれ、そうですね、あのこのアラカンダザブリッジザムービーメッセージをはい、はい、お願いできたらと思います、はい、いいですか、はい、アラカワンダーザブリッジザムービー2月4日に公開です。変な格好をした人たちがいっぱい出てきますが、あの笑いだけじゃなくてこう人と人とのつながりだったり、出会うことの大切さだったり、すごいこう大切なメッセージがいっぱい込められているので、あの本当に素敵な映画になっています。ぜひ劇場でご覧ください。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。では山田孝之さんお願いします。
はい。まあ、さっきも言っちゃったんですけど、ドラマを見た人も楽しめるし、見てない人も楽しめますし、また、全然違う、荒川の良さが出ています。僕、ここもどっかで言ったんですけど、テレビの連続のドラマが、荒川のなんかこの漫画の本編というか、で、最後の方についてるカラーページが、あっちの世界観ですね、映画は。そういうなんか綺麗な感じです。はい。荒川、アンダーザ・ブリッジ、ザ・ムービー、不法占拠者を退去させよう。ぜひ、ご覧ください。お腹ばっかなっちゃって。なんで今そこまで言うんだろうってちょっと思いましたね。な、観客の方にもそれをやっぱり、はい。大卒さんみたいな感じで、ああそういうサブタイトルです、はいはい、覚えていただきたいと思います。ということで林健人さん、山田孝之さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。